ちは RC デザイン社長の沢です。今回は今引き渡す物件の防音実験というのをやってみたいんですけど、まあ、今こちらの壁の方でここ今クロスになってるんですが、まあ、軽量鉄骨で下地組んでて、まあ、その向こうにコンクリートが18センチあって、あと向こう側がその賃貸部分になってるわけなんですけど、いわゆる賃貸併用住宅っていうもので、まあ、そういうふうな住宅ってこの居住部と賃貸部の、まあ、遮音性っていうのが非常に重要になってくると思うんですが、両方賃貸よりもやっぱ自分で住むんで、やっぱそれは遮音性気になるよねって話になると思いますんで、まあ、今回はまあ、そういうふうな、まあ、一般的な仕様ではあるんですが、そういうふうな一般的な仕様で、まあ、どれぐらいの防音性があるかっていうのを確認してみたいと思います。ちょっと鳴らせる。だいたい103デシベルなんですね。でもこの103デシベルって、まあ、ピアノを、まあ、強く弾くとだいたい103デシベルぐらいなんで、もう一回お願いします。まあ、100ぐらいなんで、だこれぐらいの騒音で、まあ、どれぐらい遮音できるかっていうのを、試してみたいと思います。だから20秒ぐらいしたら鳴らしてほしいんですけど、はい、じゃあ急いで行ってみたいと思います。はいはいはい、ま、写真撮影になってます。あ、ちょっとだけすいません。はい、全く聞こえないですね。完全に聞こえないですよ。いや、人の耳でも聞こえないんで、いや、なかなかその動いてる音は今聞こえてたと思うんですけど、実際やっぱ向こうで鳴らしてて全く聞こえないですね。いや、全く聞こえないし、あ、ありがとうございました。すいません。まあ測ってたんですけど、いや、声とか全く聞こえ、鳴らしてたのかっていう、そういう感じ。鳴らしてた。全然聞こえんわ。本当ですか。うん、鳴らせる。あ、でやっぱ100でこの音で出てて、まあいわゆるその防音ルームみたいなことって何にもしてなくて、そのコンクリートの壁で遮られてるだけなんですけど、やっぱ何にもしなくて全然大丈夫ですね。コンクリートの壁があれば、聞こえてないんで、一切そのかすかにも聞こえてないっていう感じに今なったんで、まあ、安心して、その住宅間と、まあ、賃貸部分ですねをコンクリートの壁で仕切っていただけると、まあ、一般的に賃貸部分で隣がうるさいとかっていう問題があるわけなんですが、その防音性も大丈夫だし、結局防犯性も大丈夫なんですよね。だこういう風に住んでて、やっぱここが普通のプラスターボードだと蹴破られるわけじゃないですか。でその蹴破られると防犯性でその心配だって話が出てくるんですけど、そういうふうなその物理的な防犯性もあって、で音的には今調べたんですけど、まあ、一切してないよっていう、まあ、これは正直分かってたんですが、コンクリートの壁で遮るともうそもそもそれだけでその音ってその透過しないんで全く、まあ、とはいえこんなゼロになるかっていう印象ですね。もう本当ゼロなんで、
全く音っていうのが聞こえてない状態になりました。今回は以上になります。また動画の視聴よろしくお願いします。はい、それではちょっと、まあ、試しに逆側もやってみようということで、ちょっと後ろ側ね、まあ、こっち側こういうふうな賃貸物件になってまして、まあ、ここの壁と、まあ、さっきの、部屋っていうのは、まあ、隣同士の部屋になってるんですよね。でその隣がこのコンクリートの壁で、まあ、遮られてるっていう、まあ、そういうふうな状態になってます。じゃあそれで実際に、まあ、検査してみたいんですが、鳴らすと大体何デシベルぐらいですかね。まあ、100超えるって感じですね。一回お願いします。まあ、103デシベルですね。だちょっと向こう行ったぐらいのタイミングで鳴らし続けてほしいんですけど、お願いします。まあ、ちょっとどの程度なるかっていうのを、見てみたいと思います。はい、やってきました。ちょうどここの裏がさっきの位置ですね。全然聞こえないですね。なってるの？全く分かんないですね。なってるのかっていう、まあ、そういうふうな感じはするんですけど、いや、でも最初一回聞こえたんですけど、でもあれ外からかもしれない、扉開いた段階もしかして、どういうこと。鳴らしてた。やっぱ全然聞こえんな。どの感じ？ああ、そうか。すごいわ。どれぐらい？20秒に1回ぐらい？3回ぐらいはなる。あ、20秒に3回ぐらい。ああ、そうなんだ。じゃあやっぱ全然聞こえてないな。すごいわ。わかんない、マジで。おお、すごい。まあそういうふうなことで、まあこういうふうなコンクリートの壁で遮られてると、まあやり方はもう一ランク上のやり方っていうのがあって、このコンクリートの壁にここに干渉しないように、
あの LGS っていう鉄の下地を組んでボードを貼ると、このボードとこのコンクリートの壁が密接についてないんで、まあ、もう一段階上に遮音性っていうのは上がるわけなんですが、まあでもまあそこまでいらないですね、どう見ても今の感じで言うと。今この100デシベル超えてるんで、まあ楽器を全力で弾いてだいたい105とかそういう感じなんで、やっぱそれぐらいの音量でももう、いや聞こえてないんで少しも、まあもしかしたら場合によっては、ほんのかすかに聞こえるのかもしれないんですけど、まあ今回のケースで言うと全く聞こえないっていう、まあ、そういう風な状態になりましたね。そういう風に、遮音性をお求めの場合は、まあ、ぜひこのコンクリートを、賃貸経営というのをご検討ください。また動画の視聴よろしくお願いします。まあ、今ちょっとあのスタッフのこと話してたんですけど、今言い忘れたなっていうやつで、あの電気配線のこういう風なダクトっていうのをちょっとでもこの壁貫通してるとそこから音って非常に逃げていっちゃうんですよね。穴があると、あのこのコンクリートの壁の性能っていうのを、まあ、意味がなさないんで、まあ、意味なさないと完璧にゼロにはならないんですが、だいぶその音として損失してしまって、だこういうふうな穴を開けないっていうのを気をつけて施工する必要があるんですよ。ちょっと穴が開いてたらそれだけで、この防音性能っていうのが、まあ、著しく減衰してしまうんで、ぜひその施工されるときは、そういうふうなところに配慮しなきゃいけないですよね。このお隣さんとの壁のところに、まあ、ちっちゃな穴が開いてないの、もし仮に、絶対開けなきゃいけないのであれば、そこに、ある程度の処理をしていかなきゃいけないんですよね。普通こういうふうな、ダクトであると線入れた後に、まあ、耐火粘土とか、そういうふうな粘土を詰めることで、まあ、厚みを出せば、まあ、もう大体遮音できてると思うんですけど、まあ、コーキングする程度だけだともうコーキングしかないんで、それはそこから著しく音損傷してしまうよねっていう話があるんで、どの程度の遮音性を求めるかで、その貫通部、まあ、もちろん一番いいのは貫通部を作らないってことなんですが、まあ、できたと、もう仮にできるのであれば、まあしっかり処理して、防音というものを考えていく必要があるって、まあ、そういうふうな話になりますね。以上になります。